なんか怖いところに来てしまったよって話なんだけど、まああそこジャンプじゃ届かないもんな。地図はわかんないのでとりあえず進むしかなさげ、なさげのわさげ。怖い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 。コーニファーとかいないのかな。お金は重要、マナチョ重要ね。よいしょ、これフカちゃんとしとこう。あ、ジャンプって届く？いいよ。あ、届いた届いた。うわっ、もう、あ、お金届いた。よいしょ、へっ、よいしょよいしょよいしょ。オッケーオッケーオッケー。よいしょ、オッケーオッケー。おあー、へー、嘘やん。聞いてない、嘘やん。ちょっと待って、聞いてない。聞いてないですね。2体同時は聞いてないですよ。さすがに2体同時は聞いてないですよ。そこまで行くのだるーい。くー、カットするか。いるね、いるね。あれが2体か。地図を所有してないからどんな感じになってるのか分からんけど、頑張るか。いや、あいつ4発でしか倒せへんからな。いや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 、やってみるか。こうすればいいね。ダメだ。ああ、さあ、もう一回あそこに行きたい、もう一回行きたいけど、ちょっと時間取りすぎちゃったからね。とりあえず一旦ここで終了したいと思いまーす。皆さん、ラムちゃん、セクラマルミコアとゼットカイナイトでーす。ということで、現在ここにおります。ここに入って、あの2体のようわからん、なんかアルマジロ的な、なんか硬いやつ。ちょっと待って。この下に多分ここの下から聞こえてくるのやな、なんか、ウムシちゃんのね、声がね。あと、下の方にいるんだよ。で、多分おそらく倒し方としては、おそらく1体を倒した後、みたいな感じかな。よいしょ。じゃあ、こうするよ。よいしょ。こうでやった後、多分こいつを飛ばしてくるから、こうでこうするじゃん。で、よいしょ、こう、あ、よ、あ、もう、え、よいしょよいしょ、あだ、くそ、よしこいつ、よしこいつ、よいしょよいしょっつって、一発バーンって叩くやん。あと、いい、怖い怖い怖い。
よし来いよ。1、2、あだ、くそ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 、一発バーでやろうと思ったのに、もう、くそ、こいつ、もう。来いよ、来いよ、ごめん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 。くそ、来いよ、おら、来いよ、おら、来いよ、おら、え来いよ、おら、おら。回復してるわ、よいしょ。もうバカ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 くそくそ来いよら来いよおらあバカごめんバカごめんまだ回復することが大事だなこれは回復することがまず大事だよっとね回復することがまず先だよなよいしょ来いよおらおいよおらおらおらで、うわーだーバーカバーカバーカこうしてバーンで2発目やっと倒し2発目をやっと打ち込めてだーいバーカバーカもうやだバーカもうよいしょ安全安全圏で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 ソウルを安全圏ソウルで食べて安全圏ソウル安全圏ソウルあーそうだろ当たらないと思ってたのに当たっちまったクソがー取らねばならないくーよしよしよしよかったまた2体になってんのかと思ったわ今度は1体で倒せたいけるねあー間違えたごめんごめんえいよいしょよいしょよいしょ、うん、まず1まず 2回ぐらいよいしょあだバカ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 3回、今3回ぐらいあと1発だね。あと1発だね。こいこい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。で、最後だ。いけ。オッケー。あいた。オッケーじゃない。お前は。お前は。お前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 。くそ。これで、終わった終わった終わったえ待って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 。なんかすごいいっぱいなんか背景にいないあいつら。怖っ。ってまあひびが入ってるから死んでることにはなるんだけどなんだろうなこれはバルダーの殻これは何じゃろ違う違う違うバルダーの殻はソウルを集中させていく間硬い殻で身を守ってくれるダメージを受けすぎると殻が破壊されるあーなんか回復中に回復中はガードしてくれるってことだねなるほどねんコストはコストはこれパシャーじゃなくてパシャーじゃなくてコスト2かあ現在装備中はこんな感じですどれもコスト1だからねあれそういえばさイモムシちゃんの声はイモムシちゃんの声はどこでえ曲が終わってないなんで曲が終わってないえどうしたらいいの曲終わらないちょっと上から入ってみるかちょっとイモムシちゃんがイモムちゃんの声が聞こえたからさやっぱ上から行ってイモムシちゃんの声を聞き届けないといけないからさあれ？イモムシちゃんの声が聞こえ、どこイモムシちゃん？マジでどこ？罠かな？イモムシちゃんの声が聞こえるっていう罠だったのかな？ちょっと調べてくるわ。ごめん、調べ方がわかんないから。知ってる人いたら教えて知ってる人いたら教えてあとこの先行けなさそうなので行けなさそうなのでこの曲が消えないのなんとかならないこれエリア変えたら曲消えるかなちょっとエリア変えて戻ってきてみたらきっとうん消えてるだろう
戻ってきてみたけど曲買おう。曲終わってなかったわ。しかもさ、もう意味わかんねえ、意味わかんねえ。まあいいや、帰ろう。と、よし、とりあえずわかんないので、前回石造りの聖域の方 の、 あのベンチの方にまで向かって、行かなかったところ、そこの下のところ、空間のあれ、行け、どうなんだろうな、わからないんだけど、覚えてないんだよね、私もね。前の動画を見ろって話なんだけど。まあとりあえずそこまで行ってみます。時間かかります。何分だろうね。うん、できます。ここからかな、多分ここからかな。あんまり覚えてないんだよね。なんで動画見返さないんだろうっていう話なんだけどさ、ここすげえくるくる回ってる。戻ってこないシールドブーメランみたいなことになってる。戻ってこないシールドブーメランみたいになってる。ほら、よいしょ、オッケーオッケーオッケー。多分いけるはずなんだよな、多分。確か私がこっちに行った時に行けなかった気すんな。あれ？あ、いや、知らん。どこここ。ちょっと戻れるの？いや、知らん。知らん。どこだ？なんか変なのいる。は、知らん。は、知らん。待って、なんだこいつ！なんだこいつ！遠くなっちゃうからベンチ座ってきます。とりあえずベンチ座ってくるわ。怖っ。ベンチ座ってきます。戻ってきたぞ、戻ってきたぞ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。えい、あ、違う、間違った、違う違う違う、違うの。もうバカー、もう意味わかんねえ。ちょっと違うんですけど。いやー、あいつ避け方わからん。来ない、来ない。バーカバーカ、なんでこれ、バーカー、してくれてんの、若半身。言われてほしいな。いっ、いた、バカバカ、わあ、バカこいつ、こいつシカトすればいいんじゃね。そうか、そうか、半分だった。よいしょ、あ、あ、救世主、僕の救世主。わあ、救世主がいる。僕の救世主、僕の救世主。あ、お金だ、お金だ、イエーイ、お金だ、お金の救世主。くそー。
方しようかな。あれ、わからんわ。だってわかんねえもん、あんなの。一旦しかとして、地図を広げてみる。あいつわからんもん。あ、ここどこだかわかんねえ。とりあえず進めばわかるかな。よいしょ。とりあえず、にゃんじゃ、もうあんね。あ、お金があった。お金、お金があるけど、トラップとかない。うわ、なんかいる。あー、お前か。いいんだ、お前がいるだけならか。なるほど。じゃあお金も存分取っていきますね。ありがとう、ありがとう、ありがとう、虫ちゃんたち、ありがとう、虫ちゃんたち。いや、そうじゃない。痛い、バカー。嘘だろー。何してくれとんのじゃー。クソが。とりあえず行くか。あー、もうやだ、あいつ嫌い。でもまだ分かんないね、どうなってるか。湖だらけだ。うわ、これはジャンプでは普通のジャンプじゃいけそうもない。うわ、落ちちゃった。あー、何やってんの。まあ、バカだ。いや、完全にバカやってるよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。もうバカだよ。あ、進めねえ。嘘だろ。進めねえ。嘘やん、これ進めないの。あ、マジか。帰ろう。正直あれ、いけるんだ。この地図的にはまだいけるんだよね。多分な、まだ何かが足りないんだよ。いける何かが足りないんだよ。よし、じゃあね、この地図の下だね。あれはどうなんだろう。あれ、いけないかな。うわー、バカー。何やってるんだろう。よし、この下ではないのは確かだ。こうでの、こうだ。そしたら、おー、いけた。何これは。この看板は何。ほいほい、何これ、泡。何、なんか違うステージになる。何ここ。霧の渓谷。わっす、違うステージ来ちゃった。わからない、霧のステージ来ちゃったな。じゃあ、やっぱそれもわからないと。で、どっかにコーニファーがいて、ふん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 。もういたわ。あん、コニファー、コニファー。あー、バカー、何やってんだー。くそー。あれは倒しちゃいけないけなのかな。おいでー。あれは倒すんじゃなくて、倒したらなんかドカーンと一発なんかなっちゃうんだろうね。避
けた方がいいのか。わあ。何あのドス黒いやつ。コーニファーこれ通ったの？あっ！待って。違う。え？何これ通れない。ラバー通れない。え？これ何？あ、わかった。こいつをこれにぶつけて壊すんじゃねえの？やってみようよ。こいつをね、あそこにぶつけたら壊れるんじゃないかな。できそうな気すんだよ。ただね、これでよいしょ。これを違う。うっそー。なんでこっちに向かってさ、弾が飛んでくるの？全く意味わかんないよ。調べたんだけど、これ帰った方が良さそうでした。はい。これは調べるよりかは、あのオリファーいたんだけど、そうですね、帰った方がいいみたいです。なんかいろいろ調べたら、なんか序盤じゃきついらしい。わしまだ序盤だから、これはまずね、本当にきついそうです。きついから、なんかもうきつい状態では行きたくないからね。じゃあとりあえず一旦地上に戻りたいと思います。え、地上に戻るには、うわー、宿が遠いなら、宿じゃなくて、なんか宿じゃない、駅が遠いから、もうそのまま忘れられた校舎路を通って、地上に戻りたいと思いますね。ほうほう。おおはははふぃふぃわはふぃわはふぃわはおおおお、なんかやったら仮面もらうぞ。おりゃいい、よっしゃー、仮面ゲット、やったー。仮面の守りでライフが一つ増えたよ。ありがとう、おじいちゃん。あやー、これで、そうか、仮面の、そうか。なるほどね。ライフが一増えたよ。ありがとう、おじいちゃん。ありがとう。いえいえ、どういたしまして。こちらこそありがとうだよ。なんか知らんけど。多分またかけらが増えて、どんどん増えていくんだろうな。よし、地上に帰ろうね。誰、地上に戻ったはいいけど、お主は誰だ。あ違うの、もう一回。いや、あなたは誰ですか。セレマテイソ。蒼白なものよ。お前も釘の使い手のようだな。この朽ちゆく、穴蔵で戦いを求めるのであれば、俺以上の相手は見つからぬんだろう。この下のどこかに闘技場があると聞いた。ある者が我々のような者のために作ったのだ。そこで会おうではないか。お前の技量のほどを試してやる。俺はすぐに下に降りる。その気があるなら、お前も来るがいい。カセドクエーノ。ハローネス。この遺跡の中で一体どんな挑戦者が俺を待っているのか。カセドクエーノ。あ、帰ってきてた。なあ、ミヤちゃん。さま、なぜそのように影に紛れて我が輩に忍び寄るのだ。ふん。そのような目に騙されはせぬぞ。我が輩は強靭なる象と世間に名のとどろいた騎士である。
それおならくがいい。めっちゃ威張っとんな。貴様がこの陰気な町に隠れている間に、我が輩は足元にある黒い穴を探索し、強力な獣を仕留めていたのだ。鋭い顎を持った極めて凶暴な獣であった。当然ながら素晴らしい偉業である。だが貴様の惨事を聞いている時間はない。我が輩は休息し、次の探索に備えねばならん。向こうにいる老いぼれはくだらん歌わごとばかりのたまっているな。洞窟の中の空気を吸ったら死ぬとでも言わんばかりだ。それならいっそ呼吸をするのをやめればいい。それに夢の話ばかりしよって。はっ、夢なんぞはまともに生きる力のない弱者の見るものだ。ああそう。なあミヤちゃん。まったく。みすぼらしい町だな、ここは。空気はよどんでるし、住民の目つきも気に入らん。我が輩は可能な限り早く下に戻るつもりだ。なるほどね。地図売ってません？はあ、バープナーだ。これは新商品よ。地図上で気になるポイントを押さえておくのに使えるわ。買います。光るマーカー、これは新商品よ。地図上で気になるポイントを押さえておく。珍しい素材を使って作ったものだから、値段はそれなりするわよ。買います。容赦なく買う。はあ、バープナーだ。もうないわ。コーニファー喜ぶですよね。コーニファー、地図は買えないのか。地図を直接ここで買いたいけど、地図は買えねえのか。こっちは新商品出てない？じゃあ、私、鍵のことを忘れていた。あ、じいちゃんの話聞こうか。わしはハローデスについてするほど。これはもうし。話した。結構いろいろ話したんだね。さろ。鍵のことすっかり忘れてたんだよな。これ誰んち？これ誰んち？鍵のことすっかり忘れてたんだけどさ。これ多分ここ鍵買ったけどさ、それをここに使うのではなかろうか。単純な鍵穴についた石がある。単純な鍵を使います。使用しますか。はい、開いた、開いたぞ。入ってみよう、入ってみよう。ん、うりびっくりした、びっくりした、びっくりした、おまクリスタ、おぼえ、クリスタ。いらっしゃい、小さな侵入者さん。私、ずいぶん長く眠り込んじゃったみたいね。いえいえ、あなたが起こしてくれたから、もう大丈夫。それに私、あなたの力になれるかもしれないわ。でかすぎてびっくりしたわ。でかすぎてびっくりしたわ、本当にもう。私はジジ。ここに来たってことは、私の力が必要ってことでしょ。私たちは時々、黒いシミのように思いを残したまま歩み続けることがある。でも、こうした思いを残したままでいると、いつしかそれに希望が吸い取られてしまうの。あなたには残したままの思いがあるかしら？ちょっと見させてもらうわ。ほら、特に残してきた思いはないようね。幸運な子だこと。そういうことなら、私のようなものに用はないはずよ。え？おわー、ちょっとあれ。ま、あなたはどこにも残していけない。よって私のようにさようなら。はい？どういうことかな？思いが残しちゃったっていうのはどういうことなんだろう？一回死んで、なんか、我が半身がどっかに行っちゃって、どこか分かんなくなって、どこにあるのか分かんねえよ、教えてっていうのを教えてくれる人かな。まあいいや。とりあえず鍵を開けたことにより、ジジさんの自宅だということが分かりました。私は一体どこに行ったらいいのか分からないので、とりあえず今日はこの辺にしておこうかな。
じゃあ、お椅子に座って終わりにしましょう。じゃあ次の動画ですね。一旦一旦休憩じゃ。もう結構1時間撮っちゃったからね。まあいろいろ休憩とかもちょっといろいろあったけどね。休憩だ。